皆さんこんにちは、つくよみちゃんです。以前に声色リンク版で登場しましたが、今回は AI ボイス2での登場です。今回は毎年この時期に参拝している瀬戸市の運光寺です。当チャンネルでは何度も動画にしているので、同じような動画ですみません。もしよかったら最後までお付き合いください。今回のカメラは久しぶりに持ち出した中華アクションカムヤーパー 8K です。アイキャッチ V55 搭載機で、巷にあふれるアイキャッチ V39 搭載機とは一味違います。まあ 8K はまともに撮れないですけどね。カメラの手ブレ補正はいまいち弱いので、ジンバルに装着して撮影しました。静止画はキャノン EOS KISS X3、 レンズは純正のズームレンズです。到着しました。運光寺は曹洞宗の寺院で、至徳元年、今から約600年前、天佑祖佑禅寺の御開山です。ご本尊は釈迦如来です。東南よけの御利益で有名で、その由来は寺の2代目住職の頃、湯ごと里を襲い人を殺めていた悪鬼がいて、住職の説いた教えにより心を入れ替え、昇空と名付けられました。そして昇空は将来東山東南鎮護の守護神たらんことを誓い、盤石を残してその姿を消したそうです。我が家も毎年お札を受けて東南よけを祈願しています。それでは山門をくぐり本堂へ向かいましょう。先ほどから虫に邪魔されていますが、気にしないことにしましょう。山門を過ぎた後の参道は自然が豊かで癒されます。
東寺の塔。高さ14メートル、世界最大外資の磁気塔です。大正から昭和時代初期にこの付近赤津地区で焼かれた赤みがかった色の瓦を赤津瓦と呼んでます。本堂と鐘楼はこの瓦で吹かれています。お札を受けたので、運行時での予定は終了です。せっかく遠くまで来たので、このまま帰るのはもったいないです。どこかへ行こうと考えました。ふと思いついたのが、愛知九博記念公園です。今日は、火曜日、ジブリパークの定休日です。でも公園自体は年中無休なんです。人は少ないだろうから、遠くからですが、ジブリパークの新しいエリア、もののけの里と魔女の谷をじっくり眺めることができそうです。
間に一本挟むことになりそうですが、この日のお出かけの後半、期待せず待っていてくださいね。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画をメインとして、視聴者様が楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなります。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。